連れ去られたエルフェルトを奪還するため奔走するソルたち一行。そんな折、あの男の部下レイブンが来訪し、事件解決の糸口をほのめかすのであった。エルを助けに行くんでしょう。私も一緒に行く。いつから人類の味方になった？お前は慈悲なき啓示が作り出した操り人形、信用できないな。人類の味方になったつもりはない。私の世界はそんなに広くないから。それを言うなら、あなたこそ誰の味方なの？言われたな。まあいい。私、お前嫌いだ。ジャック王は見つかったのか？そっちはもういい。代わりにもっと楽しそうなことが見つかった。なんだと？貴様一体？それよりてめえの種の方が興味ある。種だ？ジャック王に何か吹き込まれたか？それはエルを助けるために必要だ。傷つけるつもりなら私が相手になる。へえ。ちょっと欲張りすぎたか。いいわ、今はそっち側の好きにすればいい。今は？驚いた。お前がイノに勝利するとは。そんな事例は聞いたことがない。感情を得た結果とでも言うのか？わからない。でも負けたくないという気持ちは今までの負けてはいけないと少し違う。多分、うん、戦い方にも差が出てる。興味深い。心の枯れた人間と、物事を合理的にしか思考できない。お前にはこの差が分かる。私には心が枯れた人間の定義が理解できない。感情には賞味期限があるの。賞味期限、うまいことを言うじゃん。人形らしい言い草だ。道草を食ったの？先を急ぐ。あ、レイブン、こんなとこまで追ってきたんだ。もう少しここにいたいんだけどな。そう言うな。お友達のソルバッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ？確かフレあれ、よく思い出せないや。まだ混乱しているようだな。やはり早すぎたんだ。この人を捕まえればいいの？そうだ。ただし絶対に破壊する。否定するよ。力の調節ができないというのか？どういう？そうじゃない。破壊とは無機物に使う言葉でしょ。彼女は人間じゃないの。何を言うかと思えば、あれはお前と同じ人形だ。妙な気遣いなど
だとしても、そうか、悪かった。新たに彼女を殺さず、傷つけずに捕まえてほしい。わかった。負けちゃった。しょうがないな。帰るか。ラムレザル。何？お前は戦う前に、なぜあんな言葉を気にしたんだ？彼女はあなたたちにとって違うなんでしょう。違う？まあ確かに特別な存在ではある。だとしたら、それがたとえ人間じゃなかったとしても、あんな言い方はなんか寂しいと思った。お前は面白いな。もしかしたら私にとって、いや、何でもない。礼を言う。まもなく絶対確定世界の予兆が起こる。それを阻止することができれば、エルフェルトは助けられるはずだ。必ず救い出し、私にお前たちの未来を見せてみろ。言われるまでもないよ。